Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。10月20日午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナ名古屋お送りいたします。あのね、今日王子ね、久しぶりにメガネかけてね、おしゃべりしてますけどね、マスクもしてますのでね、そこの息が漏れてね、メガネが真っ白。今日はてんやわんや、マスクマンでございます。はい、昨日健康診断を受けて初めて高血圧と言われ、なんだか栄養指導をいっぱい受けた味噌煮込みスキーと、今日は番組開始前ですね、大変あのバタバタしておりまして、パソコンが1台立ち上がらなくなって、今バックアップでやっている、そういったような状況です。ダンサーズでございます。はい、今週のテーマはバーゲン。今週のテーマはバーゲンです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya 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 です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトリスンラジオ、イスラジからも放送しています。地域選択から九州沖縄を選択し、 FM ギノワンを選択してください。本日は電話ゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストはトリプルエイト代表川口正明さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中。大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海協和、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールのコーナーでございます。はい、それでは私から行きましょうかね。はい、お願いします。お願いします。はい、おばあからもらったプライベートジェットさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ダンサーさん、みそにこみすぎさん、マスクマンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。本日のテーマバーゲン、なんとも魅力的な響きですが、つい余計なものまで買ってしまう傾向があるので気をつけなければいけませんね。気温がぐんと下がってきましたね。風邪などひかぬよう体調に気をつけてお過ごしくださいね。先日は1周年記念プレゼント、まさかの当選にびっくりしました。あんかけスパ、うん、楽しみにいただきたいと思います。ありがとうございます。ということなんですけども、あ、マスクマンのプレゼントが当たったんですよ ね。うん、ただあの片付けないことにあの具とね麺がないっていう、ね、うん、この、あんかけスパの、なんですか、ソースをね、うん、ご賞味していただきたいなと思いますのでね、まあ、自分で麺と、はい、具を用意するってことですね。そうですね、はい、も大変美味しいですので ね、食べてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。いいでしょうか。はい、はい、お三方こんばんは。古本慎一です。こんばんは。ありがとうございます。先日は番組1周年のリスナープレゼントありがとうございました。いただいた3つのレトルトパックのうち、土手焼きを試しました。パックに丼や野菜炒めのアレンジ料理について記載されているので、これを参考にこちらで手を加えて作ってみました。
先に人参、玉ねぎ、椎茸、豚肉、春雨、ネギを一緒に炒め、これにどて焼きパックを投入。最後に水菜を追加。ご飯の上に乗せてオリジナルどて焼き丼の出来上がり。パックに対しての野菜炒めの量が多かったので少々薄味になりましたが、味噌味の深みがしっかり出ていてすごく美味しかったです。試しに七味唐辛子も入れてより美味しくなりました。ビールとの相性もバッチリ。と、一通り感じたところで、やはりそのまま食べた方が良かったかなと思ってしまいました。味噌煮込みスキーさんの本意でなければ大変失礼しました。ちょっとやりすぎたかなと思った次第です。残りの2品についても後日レポートします。この度はありがとうございました。はい、というわけで写真がね、はい、来てるんですけどね、はい。あの、ちょっと白黒であれなんですけど、なんか、とってもね、ゴージャスになってるんですよ。もうね、定食屋さんに出てくるからね。ね、すごい。で、ちゃんとこの盛り付け方もね、とっても、なんか、そのレトルトから作ったとは思えないぐらい豪華になってますね。うん、ね、はい、ありがとうございます。でございます。あ、で続きで、はい、妻もすごく美味しいと大変喜んでおりましたということで、よかったです。よかったです。はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてですね。はい、アレックスさんからです。はい。ハイタイ名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。クルザータジョーグ、あのね、王子ちょっとわからないんですけど、はい、これで合ってますかね。合ってる合ってる。 あの黒砂糖ね、はい、黒砂糖のことね。クルザータ、うん、はい、失礼しました、うん、バーゲンはもう何年も行ってないです。人混みは苦手だし、服や靴もそんなに必要ないからな。たまに見るスタバなどのコーヒーショップのワゴンに入っているバーゲン品をたまに見ますが、買わないですね。なんかアレックスあれだよね。フォークスのバーゲン品なら買うんじゃないかな。いや、フォークスのものはバーゲンしなくても買うんじゃないかな。あ、でも、優勝すると、うん、なんか、バーゲンセールしますよ。ああ、ね、うん、だからね。昔はダイエーだったけど。そうそう。だから、あれじゃないですかね。うん、今年もね、いい成績を収めて優勝すれば、ね、そういったグッズなんかもバーゲンになると思います。グッズバーゲンなるかな。あ、でも、うん、結構なってると思います。本当そうなんだ、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、はい、たいぴょんぴょんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。今日のテーマバーゲン、人混みに紛れて買うことがなかったので、バーゲンってなんだろうと思ってます。なんだか人と品物に流されていく、人混みの中に入ることができない自分がいますということで、ね、すごい2つに分かれますよね。すごいバーゲンにの波にすごいこう向かっていく方と、全然もう興味ないって言って遠巻きにしてる方とね。そうですよね。ちょっとそういうところはこう敬遠される方もいますもんね。うん、もう王子は結構突っ込む方なんですけどね。うん、お黙り、うん。そうそう、王子、オレンジ色のね、スニーカー持ってるんだよね。うん、オレンジがまた、蛍光色っていうね。ね、すごい、もう、どこにいても、あ、王子あんなところにいるよっていうぐらい足が目立つ。そうそうそう。ね、オレンジ、結構オレンジ色のスニーカーが。結構派手な方がいいって言われるんだけどね。うん。あんまり地味にしてないんですけど。そっか。はい。はい。ということで、じゃあ続きまして。はい。キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃー。こんばんにゃー。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、バーゲン。バーゲンは魅力的ですね。ワクワクします。どんな商品がお値打ちになっているのか。お店に入り、店内を徘徊するわけですが、気をつけないといけないのが、お目当ての商品は特にないけど、バーゲンのお店に入った場合です。こういう時に陥りやすいのが衝動買いです。安くなっているという勢いでつい買ってしまうというパターン。そして購入後に、なんで買ってしまったんだろうと後悔するパターン。気をつけないといけません。こういうケースってあるあるネタでないでしょうか。では番組最後まで聞いてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ね、
でも得てしてそうですよね。結構ね、続いてね。で、絶対バーゲンって余分なもの買いますよね。その、そのお目当てもあるけど、それプラス一緒に買って結果的に無駄遣いみたいなね。うん。でもバーゲンってやっぱりちょっとこういろんなね、あの、こう型落ちなんかの詰め合わせなんかもあるじゃないですか。おお。やっぱりこう安さで買うね、方もいますし、うん、今現在の、こうスタイルっていうのかな、うん、それが欲しいと思う方だとなかなかそういうバーゲンに出てこないっていうことがありますので、うんうん、まあでもその醍醐味ですかね、そのバーゲンっていうこう ね、うん、でもあれですね、今年は本当に人ごみの中に入っていくっていうか人の中に入っていくバーゲンって全然できてないから、うん、ちょっと懐かしい感じもしてきた。そうですよね、ね、人いっぱいで今はネットのバーゲンですかね、ネットで通販とかね、うん、はい、ということで、はい、CM の後は、電話ゲストになります。キウナ小屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キウナ小屋。はい、今日の電話ゲストコーナーです。本日は、トリプルエイト代表川口正明さんです。こんばんは。あ、どうもです、こんばんは。です、こんばんは。ご無沙汰しております。改めて自己紹介の方お願いしてもいいですか？あ、自己紹介、あ、僕ですよね。はい、そうです、はい、そうです。トリプルエイトの、代表一応やらせてもらってます、川口です。トリプルエイトは、今、フォークリフトの、あ、車関係の仕事をやってるんですよ。はい、と、あとは、シェアハウスやってます。で、はい、そんな感じです。はい。はい、ですね、トリプルエイトさん、はい、本当に私どものスポンサーでありまして、いつもお世話になっております。ありがとうございます。ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。本当にもうね、もう長いですね。ありがとうございます。嬉しい限り。はい。まあ、ちょっと先ほどのお話にもございましたけども、まあ、人材を募集されてるということでお聞きしてたんですけども、そうだ、はい、今、本当に今、ホットな情報、ホットな情報じゃないですか、ね、本当に。もう、本当に欲しくて、誰かいい方がおられたら、ぜひぜひ、名古屋のトリプルエイトで働いてもらいたいな。はい、フォークリフトの塗装、はい、フォークリフトの塗装、そう、フォークリフトの、はい、フォークリフトで何て言うんだろう、車みたいなやつで
なんか、フォークがついてるやつ、はい、上に上がったりとか、わかりますか、ね、フォークがついたやつ。だから、まあ、フォークリフトなんですけども。そう、港とかによくあるっていうか、はい。あれ専門の、はい。塗る人をちょっと探してるんですよ、今。塗る人ですか？そうなんです。塗装してくれる人。塗装する人ね。そうなんです。ああ、はい。で、はい、で、そんなの、おるわけないじゃんっていうことなんですけど、はい。全然やったことなくていいんですよ。はい、逆に、ええ、トラックやったことあるとかだと、はい、まあ、ありがたいんだけど、それは、ね、同じような感じで塗るから、はい、でも、何にもやったことない人でも、全然、はい、一から教えますんで、はい、もうぜひ、興味あったら、はい、嬉しいなと。あ、うん、あんまり人とね、いろいろ喋ったりするよりも、はい、1台を仕上げてもらうっていうふうだから、はい、とにかく頑張って手に職つけたいんだっていう人には合う仕事かなと。はい。はい、未経験者の方でも、っていうか未経験者の方の方がむしろいいのかなっていう感じですかね。そうですね。なんか経験があるとね、やっぱり、俺はこうやってやるんだとかっていうのが出ない人だったらいいんだけど、やっぱり最初に習うことになるね、どちらにせよ。うん、そうですよね。いろいろ、そうなんですよ。一から、はい、なんか、こうやって塗る方が俺はいいんだよな、とかって言っちゃうと、口になっちゃうと、うん、教えとる方からしたら、お前、教えることなくなっちゃうじゃんっていうか、じゃあ、こっちだって一生懸命教えとるのに、なんでそんなこと言うんだよって言っちゃうね。そう。だからそれは、後で自分で一人でやるようになってから考えてやってくればいいからっていうのはね。うん、なんか、まずはこう、未経験でもいろいろ吸収して、こう、やってくださる方を募集ということですね。そうなんですよ。俺がって言っちゃう人は、ちょっと、難しいかなと。うん、本当に塗装、塗装だけですか？なんか整備とかは大丈夫なんですか？あ、そう。整備は、そうなんです。ありがとうございます。整備は、まだ俺の字フォークリフトの整備なんですけど、はい、これはね、ちょっと、資格が必要で、はい、整備士2級が必要なんですよ。はい、だからちょっと、ね、誰でも整備士2級なんか持ってないから、持ってる人がいたら、もうぜひもう、このトリプレートで働いてもらえたら、一緒に頑張って、やっててもらえたら嬉しいなっていうのがあります。はい、ああ、そうなんですね。そうなんですよ。まあ、フォークリフトっていうと、よく資格がいるかと思うんですけども。あ、これね、なかったら、それも、そうなんですよ。なかったら、もう全然、うちの方で、はい、補助させてもらうんで、手に入る限り。免許も取得もバックアップというか。もちろん。それ、取るとは目的でないんですよ。かもしれないねっていうのがあるんですけど。ちゃんとね、将来もうちで働いてもらえるっていう方には、もうぜひ、取ってもらいたいなと。資格の方もうちでもね。フォークリフトの場合、1トン超えるのと未満とで、ちょっとか、講習のやり方変わってくるんですけども、その辺も負担していただけるってことなんですか？それ、詳しい。ごめんなさい、そこまで僕知らない。普通のやつ？でも、フォークリフトの、その、整備塗装っていうのは、なかなか珍しいですよね。どこの会社でもやってることではないので、ね、そういう意味では、ね、トリプレートさんはそこがなんか特色といったらあれですけども、またちょっと他とは違う魅力がありますよね。そうなんですよ。だから募集かけても、そんなの目につかないから、自分は違うからっていうか、なんだけど、でも、覚えててほしいのが、もう車の例えば塗装を、ね、やりたいんだとか、車関係のことやりたいんだっていう時の一つに、ちょっと入れてもらえると、嬉しいなっていうのが、うちとしたらあります。ね、はい、なかなかね、この、ね、ご時世で、なかなかその、社員募集っていうのも、本当になかなかないことですのでね、こういったことでいろいろね、職を失ってる方とかね、ぜひぜひ参加していただければね、応募していただければと。そう思ってね、今、募集かけとって、簡単に来てくれるだろうと思ってたら、全然本当に来なくて、なんでかなと思って今ね、悩んじゃってるところなんですよ。ああ、そうなんですか。まあ、そう、困っちゃってる。だからもこの話来た時に、はい。もうこれぜひもうちょっと話させてもらいたいなって、超嬉しかったもん。で、今からですね、ちょっとその、人材募集に関してですね、この、この男がですね、アドバイス、アドバイスをしますので。ちょっと待って。
こんばんは、マスクマンでございます。あのね、社長ね、今日ね、あのね、人材とかじゃなくして、今日ちょっと違うテーマでね、お話ししようと思ってたの。で、いきなりそっと振られたんだけど、ね、この近辺の方でもですね、あの沖縄の方、日本全国の方にね、あのトリベートさんにね、あの就職していただきたいなと、まあ一報まずね入れていただきたいなと思いますんでね、引っ越し祝いで5万円までうちに出させてもらうんで、いいじゃないですか。引っ越し祝い、あ、引っ越し祝い、そうですよね、他の県からね来られた方は、そう、それは沖縄から来るのは大変じゃないですか、うん、お金かかるから、うん、はい、うん。だからもうその費用はできるだけと思ってる。はい、まあ、5万円までですよ。うん、10万かったら10万って言われたら困っちゃうけど、はい、5万円まで、ね。うちもあんまお金ないから、1万円ずつ、まあ、細かいことだけど、月1万円ずつ。月1万円で5ヶ月で5万円、こう、引っ越しバックアップみたいな感じで。分割払い。分割なんですね。分割。それあんま大きくない会社だから、そこら辺は勘弁しようってことなんだよね。言わせてもらうけど。あのね、本当に今日はね、ちょっと本当に僕のね、テーマをちょっとで、ね、違った形でね、というのはな、ね、奥様がね、やられてるね、今のお仕事っていうのは、今のこのコロナ禍の中で、ネットショッピングもやられてるんですかね。あれもう、びっくりした。あれ知ってるんですか。知ってるって、そういう宣伝していただいたじゃないですか。まだ、私、この、ね、番組の中ではご紹介しないですけども、ちょうどタイムリーな、今ね、このコロナ禍にあって、こう、うん、いい、あれ、お仕事じゃないかなと思いまして、ちょっとご紹介したいなと思いまして、ちょっとその社長にね、社長のトリプルエイトさんじゃなくして、奥様のそのお仕事に関して、ちょっとね、教えていただきたいなと思って。僕もね、詳しいことはあんまり知らないんだけど、恥ずかしながら、うちの妻の会社なんだけど、まあ、なんだろう。前、ちょっと、いきなりでどうけど、急に、あのってごめんなさいね。マスクマン無茶ぶりすんのやめて。よく言うのが、バーバリーで、ね、はい、昔、ちょっと燃やしちゃってるみたいな、うん、なんだろう、いらない服を、はい、まあ、もう、売れなくなった服を、廃棄してたと。っていうのが、はい、で、燃やしちゃってたのかな、確か、うん。でも、そういうものをうちの妻の会社では、買い取って、バーバリーだけじゃないですよ。バーバリーは。まあ、ブランドがあるってことですよね。ブランド名は、ね、またいろいろ。して、リネームっていう名前で再販してるんですよ。まあ、そういう形で。で、なんかそうするのかって言ったら、やっぱり、ブランドの、そのままブランドでね、安く売っちゃったら、やっぱりブランドの価値、ブランドの会社の人はやっぱり、ね、困っちゃうというのもあるんで、はい、うん、あと、買う人からしたら、そのブランドはやっぱり私好きなラインだわっていう、やっぱり固定概念があると思うんですよね。はい、そういうのをフラットにすることによって、また、実は捨てられる予定だった服が、着てもらえる機会が増えるっていう風で、まあ、相乗効果で、いいんじゃないかってことで、やってる。会社ではないでしょうか、はい。はい、ありがとうございます。ね、ちょっとね、王子も、ちょっと無茶ぶりしちゃったかなと思いましたけど、ね、うん、社長もタジタジっていう。詳しくなかったで、どうしようかしらと思っちゃった。ここで来るとは思わなかったでしょう。そう、はい、テレビで言ったら、ここで座るから言えるけどさ。ということで、お時間になりましたので、はい、ちょっと、ひどい、マスクも。改めてですね、川口社長の、トリプルエースさんの連絡先などを教えていただけますか。はい、連絡先は、はい、052-653-0071 です。電話番号が052-653-0071。はい。こちらお電話すると、川口社長が お出になるんですか。もちろん、もう。出ますよ。でも夜中とか勘弁してください、ね。営業時間内にしないと。でも、会社はまずやってないですよね、夜中。そう、やってないけど、はい。痛手やめてくださいよ、絶対。やっぱりね、サラリーマンなんか僕昔読んだ本に365日24時間アベラボーじゃなきゃいかんって書いてあったんで、はい。一応繋がるようにはしてあるんだけど、痛手ほんと出るかなとか思ってやめてね。
あの皆さん、はい、ね、確認の電話とかやめてくださいね。きちんと、真面目に、興味のある方、はい、お待ちしております。そういう方、まともな方はね、ちゃんと、平日じゃない、平日、日曜日でもいいんですけど、はい、太陽が上がってはい。じゃあ、電話番号が 052-653-0071、052、はい、無誤差、王内で。もう全然覚えられないよ、それじゃ。ということでございました。はい。はい。ありがとうございます。はい。本日は、トリプルエイト代表、川口正明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も社長最高。キユナゴヤ。メールいきますね。急に真面目になって、どうぞ。そうだよ。あのね、銭形警部からですね。はい。ダンサーズさん、1日早い、約2時間後。ですが、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ああ、そうだ、明日誕生日だった。はい。誕生日おめでとうございます。明日ね、明日ね。明日ね。はい、うん、本日のテーマですね、バーゲンについてです。はい、今回のテーマを聞いて思ったのが、バーゲンという言葉が懐かしく思います。私が21歳の頃、アパレルの仕事で、バーゲン品のことを専門用語で、BG 品と呼んでいましたね。催事で、バーゲン品の中でも、お客様が買うだけでなく、社員であった私もバーゲン品で上等なスーツやネクタイなどを購入した思い出があります。懐かしい若い頃の私でした。ということです。銭形警部、こう、アパレルで華やかなところにいらっしゃったんですね。ねえ、なんか、そうなんですね。いろんな仕事やられてますよね。そうですね、いろんな、ね。はい、ということでね、はいはい、ツイキャスもたくさんいただいてましたね。はい、すいません、読めなくて、鶴ヶ島のカーズ2さん、番組2年目突入おめでとうございます。ということで、小勝ちからもしさん、シュクリームさん、ありがとうございました。シュクリームさん、誕生日はありがとうございます。そしてですね、ちょっと はい、本日からなんですが、はい、この旧名古屋、リスラジと FM 電波沖の皆様、高音質なステレオ放送に切り替わりましたので、ぜひ、リスラジ、FM の方も、ぜひお楽しみいただければと思います。はい。ごめんなさい。愛媛のしんちゃんさん、また来週にメール読ませていただきます。はい。エンディングです。エンディングです。来週のテーマは？本、ブック。来週のテーマは？本、ブックです。この番組は、東海共和、大城バネさんの R サプライ、名古屋トリプルエイト、那覇首里中村製菓、名古屋中川名木、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。もうね、川口社長が出るとね、押して押してしょうがないんだよね。今日はちょっと王子の無茶ぶりがありましたからね。そうだよ。打ち合わせにない無茶ぶりやめて。社長も大事大事。そうよ。はい、ということで。はい、ありがとうございました。また来週。はい。今週もお聞きくださいまして、ありがとうございました。小勝からもしさん。面白い会社ですね。ってなって、うん。違うのよ。王子がむちゃくちゃ、ね、社長面白いもん。もう社長本当に、ね。ありがとうございました。小勝からもしさんはね、ネット通販のアマゾンがやっぱバーゲンということでね。はい、ポチるのが怖いって言ってます。やっぱりね。うん、今、そういう時代ですよね。家具社長、酔っ払ってましたかね。いや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 、全然違うよ。ちょっと入ってるかもしれないよね。はい、ということで。はい、はい、ありがとうございました。